はい、皆様こんにちは、友人でございます。本日もプラネットコースターの続きやってまいります。はい、前回はですね、ドラゴンをテーマにした新しいアトラクションを作ろうということで、その入り口部分となる、こちらの建物を作りました。今回はですね、いよいよその本編となる部分、はい、こちらのね、開いたり閉まったりする扉の向こう側ですね、を作っていこうと思います。それでは本日も頑張っていきましょう。レッツゴー。さあ、それではやっていきましょう。まず最初に、トラックを伸ばすところからですね。とりあえずですね、まず入ってすぐちょっと曲げておきましょうかね。こんな感じで角度つけまして、で早速ですね、ちょっといろんなギミックを、作っていこうと思います。今回はですね、他のユーザーさんが、ワークショップにアップロードしたこちらのですね、フェアリーテイルコテージというものを、使っていきます。はい、こちらですね。もういかにもね、おとぎ話に出てきそうな雰囲気のあるお家なんですけれども、これをですね、うまく使っていきたいわけでございます。まずちょっと、いらない部分となるところを消していきまして、お家だけにしておきましょうかね。はい、でこのお家を移動させて、そうだな、じゃあこの辺りに設置いたしましょうかね。はい、ちょっとトラックの位置調節をもう一度いたしまして、こういう感じでちょっとくねくねさせてみましょうかね。よし。でここでですね、こちらの着色可能なパネルと呼ばれるオブジェクトを使っていきます。はい、こちらの真っ赤っかなね、壁なんですけれども、この真っ赤っかをですね、真っ黒に変えまして、こんな感じで取り付けていくわけでございます。今回は周りが真っ暗な環境を作りたいので、この壁をうまく使ってで、その状況を作っていきますと、このね、屋根の部分にも同じように壁を設置しまして、でもちろんですね、この地面の部分にも、同じように着色可能なパネルを敷いていきますと。さて、とりあえずこんな感じになるわけですが、先ほどですね、このお家を分断する形で着色可能な壁を設置したため、裏側となっているこの部分は必要なくなりました。ですので、これは全部消してしまいましょう。なるべくですね、建設コストはかけたくないので、こういったね、必要のない部分は消していってコスト削減を図っていくわけです。一つ一つ消すのもめんどくさいんで、こういう時はですね、こうやってまとめて範囲を指定して消すのもありですね。さあ、とりあえずここまでできたわけですが、こうやってみるとね、なんだこれって皆さん思われるかもしれませんが、ただいまですね、太陽が昇っている時間帯にしておりますので、これを夜にしてみます。いきますよ、せーの。はい、こんな感じね、何も見えない。うん、もちろんです。一切ライトの類は設置しておりませんので、何も見えないのは当たり前です。ここからライティングを加えることで、ちょっとね、それっぽさを出していこうと思います。ここでですね、使用するライト、ちょっとね、前回とは異なります。前回はこちらの着色可能なエリアライトというのを使いました。はい、ご覧のような見た目のやつですね。このエリアライトはですね、名前の通りエリア全体を照らすことが特徴的ですので、このね、オブジェクトと下の、黒いパネルの境目の部分、これがものすごく目立ってしまうわけなんですね。この境目の部分がですね、見えてしまうと非常に不自然ですので、ここでエリアライトを使うのは不適切と言えるわけなんです。じゃあそこで何を使うのか。はい、こちらの着色可能なイベントライト、これを使うわけですね。はい、こんな感じですね。ちょっとね、今ね、方向が変なところ向いてるんで、一部しか照らしてないんですけども、これをですね、例えばこうやってちょっと場所を切り替えて、こういう感じで照らしてみると、色をちょっと変えたりしてね、これを複数設置して、全体がですね、あまりはっきり見えないぐらいに軽く照らす感じでスポットライトを設置していきます。はい、どうでしょうか。こんな感じですね。うん、いいですね。よしよしよし。そうしましたらですね、窓を取り消しまして、今回もですね、お化け屋敷の窓明かり付きというものを使っていきます。
はい、こちらの、画面真ん中に見えるやつですね、先ほどの窓と違って明かり付きという名前だけあって窓のね向こう側が照らされているといったようなね雰囲気が出るわけですね。これを設置いたしまして、するとですね、まあお家の中に明かりが灯っている感じが出るわけですからね、誰かがいるみたいなそんな雰囲気が出てくるわけですね。よし、そしたら続いて今度はこの先ですね、作業しやすいようにもう一度、日照時間を設定しておきます。そしたらまず着色パネルを、必要な箇所にこんな感じで設置していきまして、とりあえずですね真っ黒なお部屋を作りますと。よし、そしたらここではですね、お部屋の中みたいな環境を作っていこうと思います。まず漆喰の壁を、このように立てまして、で奥の壁だけ、ちょっと伸ばしておきましょうかね。これぐらいでいいですかね。はい、木製デッキと呼ばれるこちらのオブジェクトを、斜めに配置しまして、複製して奥まですっと、これをさらに複製して、こんな感じでしょうかね。はい、いいですね。でここでまた、前回も使いましたバイエルンの、柱シリーズですね、これを、壁に設置いたします。そして床部分ですね、もちろんここの設定は屋内なので床がですね黒タイルのままではいけないわけでございます。そしたらちょっと家具なんかも置いていきましょう、いろんなパーツを組み合わせたこのベッドを模したオブジェクトですね、これを設置しまして、でさらにですね、まあ壺なんかを置いたり、ちょっと小さな樽なんかもこんな感じで並べておきましょうか。はい、でちょっと、雰囲気のある窓をこんな感じで取り付けまして、よし、こんなところでしょうかね。うん、そしたらですね再度、暗くいたしまして、もう真っ暗ですね。ここでまた、明かりになるものを取り付けましょう。とりあえずオイルランプを先ほどの樽の上に乗せたり、ちょっと上からですね、シャンデリアのようなものを吊るすのもありなのではないでしょうかね、このあたりに設置いたします。でそれでもですねちょっと光の加減が弱いと感じるときは、先ほどの、イベントライトを使って光の量をね付け足していきましょう。そしたらですね、さらに登場人物となるものも置いていきたいのですけれども、ちょうどいいのがいないんですよ。はい、ちょっと前回ね、なんかこう少年がドラゴンを助けるみたいなストーリーがいいですねみたいな話をしたんですけれども、ちょっとね少年という名のオブジェクトってねないんですよね。結局再現できそうにないと、まずい。そしたらじゃあこちらのスタントウーマンおとぎ話待機中というものを使うことにしましょう。はい、この方ですね、まあ一番ね少年っぽい感じがするということで今回この方を採用いたしました。とりあえずお家の中にこの人がいて、まあストーリーのね中心人物となるわけですね。よし、そうしましたらどんどん続きいきましょう。とりあえず壁を伸ばしまして、でそれに合わせて床部分を先に増築しまして、ちょっと暗いんで、もう一度明るくしましょう。ご覧のように床部分と壁をもうちょっと伸ばしておきましょうかね。そしたら天井部分もですね、それに合わせて伸ばしていきまして、上の部分をですね、綺麗に隠してしまいましょう。よし、こんなところでしょうかね。横の柱を伸ばしまして、そして縦の柱もですね、ご覧のように設置していきますと。そうしましたらちょっとこんなものも設置しようと思います。こちらもですね、他のユーザーさんが作ってくれた暖炉を模したオブジェクトなんですけれども、これをこの辺りに設置しますと、ちょっとね火力が強いんじゃねえかみたいな、そんな印象を受けますが、残念ながらですねこう穏やかに燃えている感じの火のエフェクトってこのゲームまだないんですよね。はい、どうしてもね火力強めな火のエフェクトしかまだありません。今回はちょっと妥協せざるを得ません、そうしましたら再度、周りを暗くいたしまして、まずはスポットライトを当てましょう。とりあえずこの辺りが見えるように一つ設置しまして、でもう一つ角度を変えて、この辺りともうちょっと広げてこの辺りですね、
はい、OK です。今回の制作のポイントとしては、部屋全体を明るく照らすのではなくて、こう注目させるポイントだけにイベントエリアを照らすと。そこにですね、お客さんの注目を集めさせるといった感じでございます。そしたらその注目を集めたい部分にですね、どんどんオブジェクトを置いていきましょう。そしたらちょっとインテリアっぽさを感じられるものを他にもどんどん置きたいのですが、そうだな、じゃあここでですね、スプーキーパックに含まれるオブジェクトを使うことで、よりインテリアがですね、こう充実すると思います。そこでですね、こちらの不気味な本棚と呼ばれるものを設置いたしまして、で、そこにですね、こちらの本のね、セットを挿入いたしますと。ちょっとよく見るとね、この本めっちゃ動くんですけれども、この動くエフェクトはですね、オフにすることも可能なので、今回はねそのエフェクトは使わずに、基本的にはねオフの状態にしておきます。はい、どうでしょう、こんな感じでね、エフェクトがオフになっているので一切動かなくなりました。静かな本ですね。そうしましたらですね、他にもちょっとしたテーブルだったりロッキングチェアなんかも置きましょう。ロッキングチェアね、こちらもスプーキーパックのオブジェクトなので、エフェクトをオンにしてるとね勝手に動くんですけども、これをオフにしておけば、一切動かないね、普通の椅子になりますね。止まったでしょ。そうです、止まっててほしいので、とりあえず今回は全面的にね機能はオフでいきます。そしたらその他家具をどんどん置きまして、ちょっと細かいところですが、ほうきをね家具に立てかけるなんていう感じもちょっと出しておきましょうかね。いいですね。そうしましたらここでですね、もう一匹キャラクターを追加しようと思います。はい、こちらの睡眠中のドラッドというものを、使っていきます。はい、こちらですね、めっちゃ可愛いよね。うん、なんかこういろんなね動物の要素をこう足した感じの生き物なんですけどもね、妙に鼻は長いし耳は大きいし、そう考えるとまるでダンボみたいな感じなんですけれども、この子をちょっとお家の中に入れてあげましょうね。ただし入れるとは言ってもね、まあ、床にねちょっと寝させるとすごく寒そうなので、藁なんかを用意してあげましょう。この時代は床暖なんてものはありませんからね。藁を用意しまして、これじゃあでかいんで、これをですねスーッと下に持ってって、こんな感じですよね。よいしょ。で、ちょっとかぶっちゃってるんで、この子を上に持ち上げてしまうとね。はい、これで、わーすごいあったかそう、いいね。なんか藁がね追加されただけで可愛さが増しましたね。そうしましたら、もう一つねちょっとこっちにも区画がありますので、ここも作っていきましょう。とりあえず先ほどの、アーチャーさんをですねここにセットしまして、で今壁になっているここからですね次のシーンに移る感じにしたいので、ここでもですね、スタート地点で使っている開閉する扉を設置していきますと。ちょっとね見た目あんまりね、イメージと合わないんですけれども、残念なことにですね他にこうちょうどいいものがないので、今回はこれを使うことにしましょう。よいしょ。であとは扉に合わせて左右の壁をスライドさせて、この宙に浮いた柱を少し右に反らしてあげてと。よし。さあそれではですね、この扉を抜けた先もガンガン作っていきましょう。でその雰囲気なのですが、今回はですねちょっと森を抜ける感じを出していこうかなと思います。そこでですね、今回はこちらのプロジェクタースクリーンというものを使っていきます。はい、こちらの何の変哲もないただの壁のように見えるオブジェクトなのですが、こちらはですねプロジェクターという名前の通り、いろんなものをですね映し出すことができます。今回はですね自分で用意した画像をですねここに映してみましょう。はい、こんな感じで、森をイメージした画像をですね、適当に拾ってきまして、ここに貼っつけてみましたと。これをですねとりあえずこんな感じで、複製して、いくらか貼っつけていきましょう。こうしてこんな感じでしょうかね。はい、いいですね。で上にですね、これまた着色可能なパネル黒を取り付けまして、中の空間を真っ暗にしてしまいましょう。もちろん下もですねパネルを取り付けまして、こんなところでしょうかね。よし。
はい、とりあえず中の様子はこんな感じになりました。すごくね、不思議な感じなんですけれども、ここにですね、パネルに映った森だけではなくて、ちゃんとしたね、木を植えていこうと思います。そこで今回はですね、こちらのシカモアの木というものを使っていきます。こちらの木を、パネルのちょうど切れ目のところにですね、こうして設置いたしますと。どうしてもスクリーンの都合上変に見えてしまうところを、カバーしていきますと。でさらにですね、下に茂みなんかを置いてより立体感を出していきます。ちょっと大きな緑の茂みも下に埋めちゃいまして、こんな感じで並べますと。とりあえずですね、一通り茂みを並べていきまして、ところどころね、お花なんかもちょっと植えておきましょうかね。はい、そしたら今作ったところに合わせまして、トラックをですねまた伸ばしていきましょう。こんな感じで、よいしょよいしょと、ちょっと左曲げておきましょうかね。そしたらですね、この森を抜けた先、ちょうど今画面に映しているところあたりになるのですが、ここに、いよいよですね、こうサーカス会場みたいな感じの雰囲気をね、作っていこうと思います。そこでですね、こちらの展示用テントと呼ばれるオブジェクトを使っていきましょう。はい、こちらですね、ちょっと見た目大きいんですけども、このテントをちょっと回転させまして、こんな感じで両サイドに設置いたしますと。もう一つ複製して、ちょっと上にこんな感じで取り付けましょう。はい、パネルをちょっと伸ばしておきまして、さらに奥の方に、いよいよですねサーカスの場面が広がるといった感じでしょうかね。うん、そしたらですね、サーカスの場面を作る前にまたですね、周りを暗くしまして、森の場面のライティングを先に終わらせましょう。こちらでもですね、イベントライトを使いまして、うまく照らしていきたいのですが、ライトの色を今回は青にしてみましょうかね。はい、こんな感じ。それぞれですね、先ほど設置したスクリーンの壁紙が青く照らされるように設置していきますと。で、森は青色でこうライティングしたのですが、サーカスのテントの部分はなるべく明るい色で照らしておきましょう。はい、とりあえずこんな感じでね、テントの部分は明るく照らしておりますと。うん、はい、というわけでですね、こんな感じで森の、シーンがですね、出来上がったわけでございますと。ね、この先がいよいよですね、物語のですね、中核となる部分ですので、今回はここで区切りといたしましょう。お疲れ様でございました。次回以降もですね、引き続きアトラクション制作を進めてまいりますので、皆様次の動画もね、ぜひご覧になってください。よろしくお願いいたします。それではバイバイ。